3年ぶりのスクリーン上映。映画が世界を彩っていく。スキップシティ国際 D シネマ映画祭2022、オンライン配信も開催。皆さんこんにちは。スキップシティ国際 D シネマ映画祭広報の堀切です。今年のスキップシティ国際 D シネマ映画祭2022は3年ぶりにスクリーン上映が復活します。昨年に引き続き好評だったオンライン配信も、会期後半からスタートとなりまして、いわゆるハイブリッドでの開催が決定しております。7月16日から24日までがスクリーン上映、7月21日から27日までがオンライン配信となります。今年もですね、このスキップシティ国際 D シネマ映画祭の楽しみ方を、俳優声優の滑川京子さんをお迎えして、お話ししていきたいと思っております。はい、また参加させていただいて光栄です。よろしくお願いいたします。はい、毎年ありがとうございます。はい、今年も呼んでいただけて本当に嬉しいです。もうもはやレギュラーな感じになってます。素朴な疑問をすっと言わせて、はい、そうですね、いただきます。はい、はい、今年の CM も滑川さんに、はいはい、ナレーションをやっていただきまして、私もねすごくいい CM になりましたよね。なんか素敵な映像に合わせてナレーションさせていただけて、うん、またぜひご覧ください。はい、公式サイト YouTube でご覧いただけますので、はい、そちらもぜひチェックしていただきたいと思います。お願いいたします。滑川さんの例年ね、そんな CM も含めて、はい、スキップ氏の映画祭にも、はい、来ていただいてるんですけれども、はい、昨年、まあ、一昨年とオンライン配信を行いまして、うん、いかがでしたか。やっぱりオンラインだけってことなので、うん、コロナ禍もあって家にいる時間が結構多かったので、うん、去年は今までで一番見ました。あ、本当ですか。すごい。何本ぐらいですか。ほぼ見ました。あ、本当です。すごい、それは本当に。なのでお家であの世界旅行を楽しんだって感じです。いいですね、お家で世界旅行、ね、本当にいろんな国の作品とかも見れて楽しかったです。うんうん、やっぱりオンライン配信の良さっていうのはそういうところもありますよね。はい、なかなかね全部見るっていうのも、ね、大変だと思います。そう、なかなかコロナ禍ならではの楽しみ方ができました。はい、ただやっぱりスクリーンで見るからこその楽しさというか、映画の体験っていうものもやっぱりそれはすごく大事なことだし、ね、変えがたいことだと思うので。はい、恋しくなりました。大画面の映像が。はい、今年はね3年ぶりにスクリーン上映が復活ということになりまして。もう3年なんですね。そうなんです。ようやく。そうなんです。2019年以来、コロナになってからですね、もうオンラインでしかできていなかったんですが、まあ、今回スクリーン上映復活です。で、はい、特集上映とか関連企画のように以前やっていた、企画も今回復活で、そういった作品はスクリーンでしか見られない作品なので、はい、そちらもぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、それからもう一つ変わったことがありまして、はい、今年のスキップシティ国際 D シネマ映画祭はですね、チケットがすべて座席指定券に変わりました。へえ、安心ですね。ね、お座席も取ってあると、うん、上映の時間に合わせて来ていただければ、暑い中ね並んでいただかなくてもいいので。確かに、ゆとりを持って、はい、ね、ちゃんと確実にお席があるっていう状況で来ていただけるので、それはすごく、はい、便利かなと思います。いいですね。はい、で、チケットはですね、インターネットで買っていただくんですけれども、うん、スキップシティ国際 D シネマ映画祭の公式サイト、今後ろに出ていますが、はい、こちらのチケットというところですね。 ありますね、はい、こちらから入っていただいて、はい、オンラインで前売り券はご購入いただきます。で、さらにですね、オンラインで買われると、はい、買った後メールが届くんですよね。まあ、購入確認のメールが届きます。はい、でそこに、QR コードを表示するリンクがついていて、その QR コードがチケットになるんです。ああ、じゃあもうそのチケットとか発見しなくても、はい、発見しなくてもスマートフォンとか持ってきていただいて、その QR コード表示していただければ、で入場口のところでピッとして、ピッとするだけ。すごい便利ですね。はい、チケットレスです。すごいです。はい、忘れ物しやすいあ、確かにその QR コードでスマホでメール取れれば、はい、チケット忘れてきちゃったとかがね、なくなりますね、スマホさえあれば。うん、ですし、もしくはプリントアウトしてきていただいても大丈夫。じゃあそういうの持ってないって方でも大丈夫ですね。はい、大丈夫です。でもし例えばスマートフォンでメールが取れないとかっていう方いらっしゃったら、うん、予約番号とお電話番号だけ控えてきていただければ、はい、こちらの劇場で実際発見することも、まあ、できるはできるので、優しい、はい、対応は可能でございます。はい、安心して、はい、ご予約ください。さらにスキップシティ国際 D シネマ映画祭の
賞が、ね、いくつかコンペティションあるんですけれども、グランプリとか監督賞とか、観客の皆さんに参加していただく観客賞というのも、はい、あります、はい、国際コンペと国内コンペで一つずつですね、悩むやつです、はい、悩むやつ見た後に投票していただくんですけど、はい、観客賞昨年と一昨年はオンラインからも投票できたと思うんですが、はい、今年はですねスクリーンで、ご覧いただいた方の投票だけが対象となりまして、オンライン配信の方はちょっと時期がずれているというところもあって、観客賞の対象からは外れるという形になりますので、そうなんですね、はい、そこもちょっと変更点です、うん、ご了承ください、はい、はい、というわけで、今日は映画祭の見方見どころについて、滑川さんと一緒にご紹介していきたいと思います、はいはい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、今お話しさせていただきました、はい、スクリーンでしか見られない作品から紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、お願いします、はい、映画祭の幕開けを飾る作品といえば、うん、オープニング上映です、うん、はい、昨年と一昨年オープニング上映もなかったんですが、今年はオープニングも復活いたしました、はい、どんな作品なのかちょっと予告編を見てみましょう。はい、はい、はい、オープニング作品は磯部哲平監督の世界の始まりはいつも君と、ワールドプレミアでスキップシティ国際ディシネマ映画祭幕を開けます。はい、はい、予告編いかがでしたか。なんかストーリーが想像できないと言いますか、うんうん、なんか謎謎みたいな、謎謎みたいなどんなお話になるのか想像が膨らみました。確かにそうこうなのかな、こうなのかな、うんうんうん、みたいな、なんかすごい爽やかな印象を受けました。舞台がですね、愛心学園という女子校なんですね、はい、で高校2年生の漫才コンビのユウとノブという女の子が、うんうんうん、まあ、メインキャストではあるんですけれども、その文化祭の準備で忙しい、女子高生たちの、うん、青春群像劇ということになっております。かわいいなんか出演者のこの前見てるとなんか見知った方が結構、あ、本当ですか、いらっしゃいました。舞台でお見かけするような。ちなみにどなた、栗生美奈さんとか、はいはい、結構舞台で存じております。あ、そうなんですね、はい、この作品も実は原作が舞台の作品で、そうなんですね、はい、浅草薫さんという方が、ま、原作を書かれたアリス・イン・デッドリースクールという作品が原作になっております。そうなんですね、はい、舞台から映画って素敵ですね。ねえ、あ、そうですよね、アメカさん舞台に出てらっしゃるから、はい、そうなんですよ。で今回はですね、栗生美奈さんは舞台版にも出演されていて、はい、今回映画版でも鍵となる役を演じられて、そうなんですね、はい、で予告編では流れてないんですけど主題歌も歌われてるんですよ。すごい、はい、栗生さんも含めて、オープニングの日には磯部哲平監督と、その漫才コンビ優とノブを演じられた、はい、手島美優さんと根谷涼香さんと、はい、そして栗生美奈さんと4名で舞台挨拶登壇していただく予定です、はい、じゃあ SNS につぶやきますぜひぜひぜひ会えるぞっていうそうなんですよ、はい、結構ね見てびっくりな作品かなと思いつつ、ね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。磯部哲平監督は実はスキップシティとはゆかりの深い監督でして、そうですよね、そうなんです。私ナレーションでよくお名前を読ませていただいております。そうですよね、はい、3年連続ノミネート、3年連続受賞という、もうおなじみの快挙、はい、を果たした唯一の監督でございまして、はい、一番最近だと2020年にコーンフレークという作品が、上映されまして、はい、こちらが国内コンペティション長編部門で観客賞を受賞しています、はい、
今回ワールドプレミア世界初上映での上映となりますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、そんな、オープニング作品を含むですね、過去の、このスキップシティの映画祭でノミネートした監督たちの最新作を、一挙に上映する企画が今回特集上映としてありまして、はい、What's New? 飛翔する監督たちという特集企画があります。はい、かっこいい。はい、このオープニング作品世界の始まりはいつも君と含んで全部で3作品、その特集では上映するんですが、はい、1作品目は、断捨離パラダイス、茅野孝之監督です。すごいタイトルですね。ね、あのちょっとタイトルだけで面白そうな感じがしますけど、断捨離パラダイスはですね、あのゴミ屋敷の専門の清掃業者で働くことになった元ピアニストの男性と、そのゴミ屋敷の、住人たち、それからその清掃業者の仲間たちとの、はい、物語なんですね。で、茅野孝之監督は、2021年、昨年ですね、夜を越える旅という作品で、国内コンペティション長編部門の優秀作品賞と観客賞ダブル受賞という、はい、こちらも史上初の快挙を果たした監督の今回新作ワールドプレミアとなります。はい、でもう一作品がですね、緑虫の姫という作品で、はい、こちらは真田幹也監督という方の最新作になります。タイトルで気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、2019年に緑虫の夢という作品をスキップシティで上映しておりまして、同じ監督のこの緑虫シリーズ第2弾という作品なんですね。かわいい緑虫シリーズ、はい、緑虫って何か分かりますか？緑虫もざっくりなんかこんな感じなのかなぐらいです。なんか理科の授業とかで習った、いたなっていうではなくてですね、あの緑虫というのは、駐車監視員の方いらっしゃいますよね。あの緑のベストを着て、あの方のことを通称緑虫っていうらしいんですよ。そっちか、はい、で、あのそんな駐車監視員の方を主人公にした、ドラマ作品なんですね。の第2弾。はい、第2弾です。で、緑虫の夢は、新宿が舞台だったんですけれども、はい、今回池袋に舞台を移しまして、主演が河合青葉さんという、はいはい、女優さんが、駐車監視員緑虫を演じてらっしゃるということで、女性が、はい、前回よりスケールもアップしてですね、パワーアップして今回世界初上映で、スキップシティの映画祭で一足早くお届けをいたします。なんかどれも見逃せないですね。そうですね、どれも気になります。はい、こちらはですね、スクリーンでしか上映がなく、さらに1回ずつしか上映がないので、はい、あの見たい方はですね、ぜひちょっとチェックしていただきたいと思います。ぜひお見逃しなく。はい、はい、では続いては関連企画をご紹介したいと思います。はい、こちらもスクリーンでだけご覧いただける企画となっております。はい、関連企画いろいろあるんですが、まずはですね、バリアフリー上映です。はい、はい、このスキップシティの映画祭ではおなじみの企画なんですけれども、日本語字幕と音声ガイドをつけて、目や耳のご不自由な方でもどなたでも映画を楽しんでいただけるという企画になっています。はい、今年の上映作品は、和島幸太郎監督の埋め切らぬバカです。昨年ですね、加賀まりこさんと塚地武雅さんの主演で、はい、話題になった作品なんですが、今回、入場無料での上映となりますのでね、はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。はい、はい、さらにですね、関連企画は続いていきますと、メイドインスキップシティという企画があります。はい、こちらはこのスキップシティを中心に、活動する若手映像クリエイターが制作した作品を上映する企画なんですね。はい、はい、作品いくつかあるんですけれども、まず一つが世の中に耐えて桜のなかりせばという作品です。こちら波川さんご存知ですか？いや、存じてないですね。ね、この4月に劇場公開されたばかりの作品なんですけれども、はい、そうなんですね。はい、岩本蓮香さんという乃木坂46 の、はい、あの方が主演を務められていて、共演で宝田明さんが出演されてるんですね。で、あの先日宝田明さんお亡くなりになりまして、この作品が遺作になりました。で、今回は、このスキップシティでは追悼上映ということで、宝田明さんをしのんで上映後にトークイベントも行う予定です。
はい、メイドインスキップシティその他にもですね、コバトンザムービーという企画があります、はい、かわいい埼玉県のマスコットコバトンの、はい、名にちなんだ企画なんですが、はい、こちらはですね、埼玉県の魅力を短編映画で発信しようという企画なんですね、はい、あ、はい、なのでコバトンザムービーです、はい、スキップシティの、映像チャンネル、スキップシティチャンネルでも過去の作品流れているんですけれども、今回は2作品、彩の国食文化の火は消さないという作品と、うん、星屑家族という2作品を上映します、うん、全然毛色が違いそうな、はい、そうですね、彩の国食文化の火は消さないは、埼玉県の食文化に関わる人を取材したドキュメンタリー作品、星屑家族はドラマ作品になっています、はい、結構ね、バラエティ豊かですよね。バラエティ豊かですね、楽しそう、はい、関連企画まだまだありまして、はい、続いていきます、カメラクレヨンです。こちらもスキップシティの映画祭ではおなじみの企画になりましたが、このスキップシティでは映像学習プログラムという、プログラムも、はい、事業として行っています。埼玉県内の小中学生を対象に、映像の、制作の方法とかですね、うん、実際に映像を作ってみたりっていう授業があるんですけれども、その授業の中で制作した、CM やプロモーション映像、ニュース番組なんかを傑作選として、上映します、はい、はい、子どもたちが作った映画っていうのも、ね、面白いんですよね。意外と本当に目の付けどころが、そう、ね、全然大人と全く違う発想とかが面白くて意外と見入ってしまうんですよね、はい、はい、こちらも入場無料となっておりますのでぜひお越しください、はい、最後の関連企画はパパママシアターです、はい、こちらはおむつ交換や授乳のスペースを会場内に設置してベビーカーのままでも入場可能という企画なんですね、はい、まあ、赤ちゃん連れだとなかなか映画館に行くっていうのも難しいと思うんですけれども、うん、照明も少し明るめで音量も少し小さめにしているので、うん、赤ちゃんと一緒にでも映画をご覧いただけますよという企画になっております、はい、今回上映する作品は、娘は戦場で生まれたというドキュメンタリー作品になっております、うんうん、はい、なかなかこういった映画をね見に行くのも難しいという方もいらっしゃると思うので、はい、この機会にぜひご覧いただきたいなと思います、はいはい、場所も駅前ですもんね。あ、そうなんです。すぐですよね、これ川口駅の。バリアフリー上映とパパママシアターはスキップシティではなく、はい、川口駅前のメディアセブンという、映像施設で行う予定になっています。こちら駅からすぐデッキでつながっていてアクセスもすごく行きやすいので、はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。いろんな会場があるので、はい、間違えないように、そうですね、お間違えないようにスケジュールご確認の上お越しください。はい、はい、以上関連企画をご紹介しました。はい、では続いては、はい、スクリーンとオンラインどちらでも見られる作品をご紹介していきたいと思います、はい、まずはこちらも、特集企画ということになるんですが、うん、チャリティー上映ウクライナに寄せてという企画です。はい、はい、まあ、スキップシティの映画祭、滑川さんも来ていただいてたので本当に世界中のいろんな国の映画上映してきたと思うんですけれども、うん、はい、ウクライナの作品というのも過去に上映をしてきました、うん、で今回はですね、その過去に上映したウクライナ映画をリバイバル上映という形で再上映しまして、さらにその、収入チケット売り上げをですね、今まさにね戦争の真っ只中にあるウクライナへの人道支援のために日本赤十字社を通じて寄付するというチャリティー企画となっています、はい、はい、そうなんです。なのでぜひ皆さんね参加いただきたいなと思う企画なんですけれども、はい、じゃあどんな作品をやるのかというのを、少しご紹介したいと思います。一、はい、つ目がラブミーという作品ですね、うん、はい、こちらは2013年制作の映画で、スキップシティでは2014年に、上映をしました。監督がマリナ・エル・ゴルバチさんとメフメト・バハドゥル・エルさんという夫婦お二人の監督なんですけども、ご夫婦なんですね、はい、でウクライナ・トルコ合作なんですが、舞台はウクライナの首都キーウです、はい、トルコから、独身最後の、旅行にやってきたトルコ人の男性とウクライナでキーウで暮らしているウクライナ人の女性が出会って、はい、言葉が通じないながらも、交流を深めていき、やがて恋に落ちていくというちょっと切ないラブストーリーなんですよね。
で、まあ、トルコからやってくるのも独身最後にハメを外すためにやってくるわけですよ。だから2人クラブで出会うんですけど、おしゃれ。でもなんかそのウクライナとトルコの関係とかもすごく描かれていて、はい、またさらにねウクライナのキーウの街並みとかもすごく映っていて、なんか今改めて見るとやっぱりそのキーウの街が今どうなっているのかっていうのもすごく複雑な気持ちになる作品で、とっても素敵なラブストーリーですね。確かに、はい、今だからこそ見たい。そうですね、今だからこそ見たい作品だと思います。はい、で続いての作品もう一作品ありまして、はい、この雨は止まないという作品です、うん、監督はアリーナ・ゴルロバさんで2020年制作、スキップシティでは2021年、去年ですね、上映した作品なんですけれども、こちらドキュメンタリー作品です。はい、波川さん、去年はこちらは、こちらはこの写真に衝撃を受けて、はい、すごいビジュアルですよね。ドキュメンタリーっていうのにちょっと、はい、なるほど、怯えてしまって、確かにこの、ね、見られてないんですよ。なかなか一度見たら忘れない写真だなと思いますが、はい、じゃあぜひこの機会に見ていただきたいと思うんですけど、直視したいと思います、はい、こちらは、今お話ししたようにドキュメンタリーなんですが、はい、シリア内戦から難民としてウクライナに渡ってきたクルド人の男性が主人公、まあ、彼を追ったドキュメンタリーなんですね。で、内戦から逃れてきたはずのウクライナもまた戦争の地だったという、まあ、かなりちょっと悲しいというか苦しい内容なんですけれども、まあ、赤十字でボランティアをしている青年なので、それで、まあ、ヨーロッパにチリチリになった家族とかを訪ね歩いたり、自分の故郷であるシリアに戻ったりという彼の旅を追ったドキュメンタリー、とても見応えのある作品なので、ね、この機会にぜひ見ていただきたいなと思います、はい、どちらもですね、日本では劇場未公開になっているので、なかなか見る機会のない作品だと思います。ぜひご覧いただいて、ウクライナへの寄付にご協力いただきたいなと思います。はい、はい、では続いてはこの映画祭のメインであります、はい、国際コンペティションをご紹介していきたいと思います、はい、この部門がですね、まあ、海外の作品とかもたくさん上映される部門なんですが、今年は99の国と地域から、700本以上の応募がありました。はい、そこから厳選して今回は10作品上映をします。はいはい、700本以上ってすごいですよね。すごいですよね、700分の10。そうだから、もう厳選に厳選を重ねた作品、しかも全て日本初上映となりますのでね、全作品おすすめです。はい、本当はね、1作品ずつ語っていきたいんですが、はい、今回は、少しずつ簡単にご紹介をして、滑川さんに気になる作品を、はい、ちょっと選んでいただいて。私でいいんですか？はい、もちろんでございます。もう滑川さん常連なんですいません、じゃあ私の独断で、はい、もううちの、スキップ誌の映画たくさん見られているので、はいはい、選んでいただきたいなと思います。はい、じゃあちょっと駆け足気味にはなりますが、はい、行きたいと思います。お願いします。はい、ではこちらのチラシの掲載順でいきたいと思います。はい、1作品目がコメディークイーン、スウェーデン作品ですね、母親を亡くして父親と2人暮らしになった13歳の女の子が、塞ぎ込んでしまっている父を笑わせるために、コメディアンになって、みんなを笑わせようと、模索する、うん、それだけで泣いちゃう、はい、ドラマですね、はいはい、とっても感動的な映画です。はい、はい、続いてがザ・クロッシング、はい、こちらアニメーション作品なんですね。独特のタッチですね。はい、フローランス・ミヤユ監督、フランス・ドイツ・チェコ合作、こちらはですね、ガラスに描いた油絵を少しずつ動かしてアニメにしてる。すごいすごいですよね。で、物語は、はい、まあ、戦争というか内乱で、両親と生き別れてしまった、兄弟、まあ、姉と弟が、再び両親と再会するための旅を描いた物語ですね。はい、気になるはい、続いての作品いきたいと思います。こちら日本作品ですね、はい、大橋貴之監督の遠い雷鳴です。はい、こちらちょっと SF 設定なんですが、彗星の衝突で人類の滅亡が数ヶ月後に迫った2020年が舞台です。はい、瀬戸内で、暮らしている少女のもとに、長らく遠く離れて暮らしていた2人の姉が戻ってきて、初めて3人で暮らすことになる。彼女たちはどうやって、この世界の終わりを迎えるのかという物語ですね。壮大な、いや壮大です。この絵もね、すごい壮大な、はい、美しい絵になってますね、うん、
はい、続いての作品が、ヨルダン、スウェーデン、サウジアラビア合作、ダリン・ジェイ・サラム監督のファルハという作品です。ちょっとね、画面が暗いんであまりよく見えないかもしれませんが、舞台は1948年のパレスチナ、小さな村に住んでいる14歳のファルハという女の子が、突然ですね、その村が、戦争が起こってしまって、倉庫に逃げ込むんですね。で、その倉庫の隙間から見たその戦争の様子というのを描いた作品、すごい、はい、かなり意欲的な挑戦作ですね。はい、続いていきたいと思います。彼女の生きる道、フランス作品で、監督はセシル・デュクロックさん、はい、こちらはですね、娼婦の仕事をしているシングルマザーの女性が、息子が学校が退学になってしまって、料理好きな息子をですね、その一流料理学校、調理師学校に入学させようとするんですが、学費が高いということで、彼女が孤軍奮闘する物語になっています。元気もらえそうな、うん、とってもね、すごいパワフルな映画ですよ。はい、続いていきたいと思います。フランス、ドイツ作品、バンサン・マエル・カルドナ監督のマグネティックビート、はい、こちらは1980年代のフランスを舞台に、海賊版のラジオ放送に没頭している兄弟、兄と弟が主人公なんですが、はい、ある日ですね、弟が兵役のために冷戦の最前線である西ドイツ、ベルリンに渡ることになるという、その兄弟の青春映画ですね、はい、海賊版ラジオっていうのもね、面白いんですよ。面白いですね、はい、続いていきたいと思います、アメリカ映画です。ナナ・メンサー監督のクイーン・オブ・グローリー、こちらはですね、大学で博士課程を取っているエリート黒人女性が、突然お母さんが亡くなってしまって、ブロンクスにある小さな本屋の、経営者になってしまうという、はい、そこで街の人々と交流していくんですが、その姿を描いたコメディ作品になっています。コメディなんですね。とても軽妙なタッチでね、面白い作品ですよ、はい、アメリカあるあるが満載の映画です。楽しそう。続いていきたいと思います、はい、こちらもフランス映画ですね。サミエル・セイス監督、揺れる時、はい、こちらはですね、フランスの、東部東側の方で暮らしている、10歳のジョニーという男の子が主人公なんですが、はい、彼が、都会からやってきた新しい教師に心惹かれていくという、はい、あの子供の成長、恋の目覚めを描いた作品ですね。はい、続いていきたいと思います。ボリビア、ウルグアイ、フランス合作、アレハンドロ・アイサグリシ監督、ウタマ、私たちの家、はい、こちらはボリビアが舞台なんですが、標高4000メートルを超える高地で暮らすインディオの老夫婦が、主人公です、彼らの住む土地が未曾有の干ばつに見舞われ、そして都会から孫がやってきて、彼らの、生活がどうなっていくのかという、はい、とても壮大なね、雄大な景色も魅力の作品です。はい、あ、ごめんなさい、戻っちゃった。はい、続いていきたいと思います。すごい、ワイルドメン、トマス・ダネスコフ監督、デンマーク、ノルウェー合作、これね、ビジュアルがすごいんですけれども、ビジュアルすごい印象的ですね、はい、もう現代的な生活に嫌気がさしたマーティンという男が、ノルウェーの森で原始的な生活をするんですが、その森に迷い込んできた麻薬の運び屋を助けたことから、2人で警察に追われることになるというクライムバディームービーですね、はい、すごいですね、はい、ちょっと駆け足ですが、以上10作品になります。すごいバラエティ豊かな、バラエティ豊かすぎてすごいですね、はい、ボリビアがあり、すごいです、はい、アメリカ、フランス、ヨルダンもあるというね、本当もうどこでも行けちゃうそれこそね、さっきあのなめかさんがおっしゃったように、映画で世界旅行ができてしまうような、そうなんですよ、本当家に閉じこもるしかない日々が長かったのでいやいや、スクリーンでも見てください本当にこれをスクリーンで見れたらすごい気持ちいいでしょうね、うん、はい、というわけでちょっと簡単ですが10作品紹介してきまして、何か気になる作品ありましたか？いや正直全部、はい、見れるならば全部見たいって感じなんですけど、はい、まあ、今日はね、じゃあ1作品選んでいただきたいと思いますが、はいはい、ご説明とこの写真で、はい、この歌まっていうんですか、はい、歌ま、発音合ってます、はい、あ、大丈夫です、歌ま、私たちの家ですね、はい、この予告編をぜひ見たいなと思いました、はい、ではこちらの歌ま、私たちの家予告編をご覧ください。
supe mananya ya kukancho. Mata ruwa sungina ya punikestingi. Aris. はい、歌間私たちの家予告編ご覧いただきまして、はい、ありがとうございます。まずはどうですか。やっぱり知らない景色、うん、なんかすごいですよね。知らない生活を、うん、教えてもらえるっていうのがすごいいいなと思いました。とにかくこの景色がすごいですよね。予告だけで、まあ、標高4000メートル以上の高地が舞台なので、富士山より高いところで暮らしている、まあ、インディオ の, あのケチュア族という、ね、あの人々が主人公なんですけれども、はい、まあ、彼のもとに、ね、孫がやってきて、まあ干ばつに見舞われているこの村を離れて都会に行こうと言うんですが、うん、彼らはもう長く住んでいるこの土地を離れたくないというです、ね、あのおじいちゃんと孫の物語でもありますし、そのなんていうんですかね、自分の生き方みたいなところを描いた作品でもあるということで、田中さんお目が高いと思ったのが、この作品実はアメリカのサンダンス映画祭という、はい、すごく大きな有名な映画祭があるんですが、はい、そこでですね、今年ワールドシネマドラマティック部門というところでグランプリにあたる審査員賞を受賞して、すごい、はい、その他にも海外の映画祭では、とても話題になっている作品なんですよ。これそうなんですね、はい、今回日本初上映ジャパンプレミアでの上映となります。はい、アレハンドロ・アイサ・グリシ監督は来日が決定しておりまして、このスキップシティの上映期間中いらっしゃるんですね、はい、上映後の Q&A に参加していただきます。そうなんです、今回スクリーン上映復活ということで、その上映後の Q&A とか舞台挨拶とかも復活となりますので、直接お話が聞ける、はい、感想をお話しできる機会でもありますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、他にもたくさん紹介したい作品はあるんですが、全部気になります、はい、ぜひ皆さん予告編もご覧いただいて、気になる作品チェックしてみてください。というわけで国際コンペティションご紹介しました。3年ぶりのスクリーン上映、映画が世界を彩っていく、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2022オンライン配信も開催。